はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、車をね売りたいと思いませんか皆さん。自分の車が一体今売るとどれぐらいの査定額があるのかなと、もしくはね、ディーラーさんに買い取ってもらうとか、その辺の中古車屋さんよりね、もっと高く買い取ってほしいなと思いますよね。そこでね、いいの見つけました。奥さん、いいの見つけました。いや、これマジ、車買い取りオークションユーカーパック、車買い取りオークションなんですよね。オークションなんですよ。要はね、値段をまず査定してもらって、このユーカーパックさんでね、査定してもらえるんですよね。で、それから、オークションにかけるんですね。で、どんどん値段がね、こう上がっていくという感じなんですよね。まあ、競り合ってもらうというものなんですよね。まあ、このユーカーパックの、特徴としてはね、まず、査定ですよね。自分の車をまず査定してもらって、データを直営の、業者向けネットオークションにて、出品すると。よくね、買取サービスありますよね。まあ、私の車いくらぐらいなのかなと、こうサクサクとね、こう電話番号とかね、打ち込んでやっちゃうとね、すごいね、電話かかってきますよね。あれびっくりしますよね。いろんなところからいっぱいね、電話番号バレたんじゃないかという感じで。まあ、いろんな会社がね、車を、安く買い取ろうという感じでね、いっぱい査定が来るんですよね。それに対してね、このユーカーパックさんはね、そういうね、安く買い取るっていうことはね、しないんですよ。このオークションなのでね、基準となるね、その車の状態を見て、実際ね、おじさんがやってきます。こんな感じです。はい、というわけでね、今から、ユーカーパックさんに、車の査定をしてもらいます。ちなみにね、私のフィットちゃん。今走行距離が 52,465 キロですね。だいたい1年間、1万キロペースですね。今写真撮ってもらってます。今これ撮ってもらってる写真ね、これがなんとオークションに出る写真ということらしいですね。なので、ピカピカに磨いといた方が良さそうですね。室内もね、写真撮りますね。綺麗にしときゃよかったわ、ほんと。今ね、細かくチェック項目を、一つ一つチェックしてもらってます。大きくはね、このボディの痛みとかを見てるみたいですね。こういったね、ボディのフレームありますよね。ボディのフレームごとね、行ってしまってる車は結構査定としては悪いと。この溶接を見てるんですね。出たら、あ、そっか、リペアしてるというか、やり直してるってことですね。へえ、こういうところを見るんですね。この丸い状態があるといいと。これタイヤの山とかも査定関係するんですか？あんまりないですか？あら、残念。これもなんかこの間コストコでね、これ買えたんですよ。結構いいんですよね、これ。やはり、このフレームのところを取ってますね。こういう用紙にまとめてくれてるんですね。ちょうどね、査定時間1時間ぐらいでした。おじさんやってきましたよね。まあ、傷とかね、走行距離とか、まあ、いろんなね、ポイントを見て、それから査定するわけなんですね。まあ、それが一応基準となって、そこから、まあ、オークションが開催されるというものなんですね。まあ、オークションなんでね、査定額より少しちょっと安めにして、そこからね、こう競り合うみたいなね。ちなみにこれね、ほら、漫画なんですよ。まあ、この兄ちゃんがね、乗ってる車、まあ、ちょっとでも高く買い取ってほしいな、ということでね。まあ、このユーカーパックのね、これ、まあ、お姉ちゃんになってるんですけど、まあ、実際お姉ちゃんなのか、おばちゃんなのか、はたまたおっちゃんなのか、それわからないんですけど、何しかね、このユーカーパックさんね、サポートしてくれるんですよね。オークション出すんですけど、それをね、どういう具合に出したら、よりよく高く売れるかっていうのがね、なんとサポートしてくれるということなんですよね。で、まあ最終的にね、A 社 B 社みたいな感じでこう競り合って、まあ取引成立ということですね。まずは売りたい方ということで、これね、事例ですよね。これホンダオデッセイなんかいいですよね。これ2013年で、まあ、
6、7年落ちで、まあ、6万キロと。これで、まあ、100万ぐらい、まあそうですよね。このモデル人気なんでね。100万ぐらいで、買取相場価格あるんですが、まあそれが20万アップと、120万ということですね。ちょっとこれ詳細見てみましょう。まあプラス 19% ですよね。まあこんな感じで、ユーカーパックさんが、査定の時にね、写真を撮ってもらえると。まあ、後ろちょっと洗濯物とか映っちゃってますけど、よくね、電信柱とかにね、住所とかね、わかるようなのがあるんで、まあ、そういうのがね、住所が特定されないところで、まあ、写真を撮ってくださいと。で、まあ、情報はね、このように、まあ、グレードアブソルート。この車両は、総合評価が4と。で、こんな感じでね、この40代男性、千葉県の方が、まあ、よろしくお願いしますという感じで、今、出品しているということですね。一度の査定で最大5000社以上から同時見積もりということでね、同時に見積もりが出るんですね。ユーカー査定では最大5000社以上の中古買取店から買取のオファーを受けることが可能ですと。こういう車を欲しいとね、いうお客さんがいるんですよね。そういう、例えばこのアブソリュートのこの紫色を探してると。いうお客さんがこの5000社ぐらいの中の、まあ、数パーセントいるんですよね。その方がまあちょっと、相場より高く買い取ってもまあすぐ売れると、まあ、買い取ってもらえるお客さんがいるということなので、まああえてちょっと上で買っていただけるということなんですね。おー、ホンダの買取相場1位フィットゲッター、そうなの？人気なの？で2位が N ボックスね。うむふむふむ、わかるわかる、3位ライフ。へー、ライフ人気なんや。もう今これ売ってないですよね。4位がオデッセイね。うんうん。で5位がフリード、6位ステップワゴン、7位がステップワゴンスパーダ、8位ストリーム、9位がフィットハイブリッド。あ、なるほどね、ハイブリッドは9位なんですね。ハイブリッドじゃない普通のフィットが1位と。まあみんな安く買いたいってことかな。フィットハイブリッドの買取相場、直近6ヶ月のユーカーパック、最高値ということで、100万円か。私のフィットね、5万キロ走ってましたんで、まあでも S パッケージなんでね、100万ぐらいあるんかな。フィットハイブリッド S パッケージ52万安い。へえ、2013年、ちょっと古いか。私の乗ってるやつよりまあ 2,3 年古いんですよね。50万ちょっと安ないこれ。はい、いかがでしたかね。車買い取りオークションユーカーパック、ぜひともね、皆さん車売りたいなという方は、このオークション形式ね、非常に面白いと思います。いろんなね、買取の会社がありますけども、やはり、セキュリティですよね。自分の電話番号とかメールアドレスが、バレたくないという方は、ぜひともこちらおすすめです。何よりね、自分の車高く買ってほしいですよね。詳しくは、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、車買取オークションユーカーパックでした。じゃあね、ボーイシュー。